こちら突撃レポーターの小山守です。見てください、この人。いやー、明日の日曜前にナッシーを一目見ようと泊まりがけて北は北海道から南は沖縄まで全国より押しかけた人の波です。これを当て込んだ早くもナッシーまんじゅうやナッシー風船、ナッシーお面なども売られております。またマスコミ各社もナッシーを取るべく待ち構えております。いつもあからんとして旅館街も泊まり客であふれんばかりです。こら、押すなって、こらこら。いや、どうもどうもどうも。というわけで、現地からでした。サジオさん、どうぞ。これが最後の食料か。はあ、僕って人がいいからセールスマンって向いてないんだよな。お客さん来ないかな。ほっ、あ、どうしたの坊や。はい、あ、お客様、お客様か。やった、ついに来た。いや、ここではなんですから、中へどうぞ。何をしてんの、さあ入って入ってって、ほら。いや、さあさあ座って座って。ところで何を借りたいの坊や。任しときな。タイムリーサー困っている人の味方、お金なんてなくた。あ、じゃ僕ってやっぱりセールスマンに向いてないみたい。見ろ龍之介、この荒海を。この力強さ、たくましさ、激しさはどうだ。これが男の世界でなくて何なのだ。口を出さんでもらいたい。これが我が家の教育方針です。龍之介、この父を完璧に打ち倒した時こそお前は一人前の男だぞ。何をやっておるのだお前は。キジさんが泣いておるではないか。お前には物の哀れというものがわからんのか。だって父ちゃん。誰のことじゃそれは。わしには子供などおらんぞ。何か欲しいものがあるのか、父に言うてみ。ブラジャー。この野郎、どうだ、目覚めたか。ブラジャーなど買ってどうするのじゃ。つけるに決まってんだろ。どれが。てめえ、これが目に入らねえか。そんな腫れ物さらしまいときゃ治るわい。腫れ物じゃねえ。貴様、それでも男か。俺は女だ。絶対勝ってやらんぞ。諦めるもんか。そんな胸カンナで削ってしまえ。やべ、これでも親かよ。それにしてもお腹空いたな。また旅もあることだしさ、一生大きな魚を捕まえた夢を見ていることができるよ。やだ、死んじまうんだよ。この手の店苦手だな。なあ、ゆうちゃん紹介しようって。トシオちゃん大好き。俺は不死身だもんね。だ悪いけど先に行くぜ。いってらっしゃい。晩飯だ。晩飯ね。そんなことより話ってなんだ。悪く思うな、大先生に頼まれ手伝ってるんでな。この村へ来て体重が30キロも減っちまったぜ。俺を飢え死にさせる気かよ。そんなら他から持ってきたらどうなんだ。他の村にはたくさんあるだろうよ。マネージャーに本当の泥棒してみるのよ、この俺様のためにな。それでこそ男だ。夕日が沈むまでに必ず戻ってこいよ。なおお、若者は元気があってかわゆいの。おらおら、てめえらメソメソ泣くな。笑え、笑うんだ。
わらわんか。ねおめえ食いもんが悪いな。食いもんが悪いやつはろくなことを考えに、俺様に逆らおうってのがそもそもの間違いだ。てめえとうとう俺様を本気で怒らせたな。くらえ、ふざけやがって。なんだ体の自由が効かん。かわいそうにだろ。やめた方がいいよ、あんなおんぼろアパート。ああ、いや、終わった終わった。ああ、あの美人の心配だね。海の上では何が起こっても不思議ではない。もしかすると嵐になるかもしれん。これは不吉な前兆だ。なぜです？嵐になるなら今までに何か前触れがあっても良いはずなのに、ひょっとすると怪人ネプチューンの怒りを買うようなことがあったのかもしれないな。怪人ネプチューン？海を司る神様です。あなたはこっそり女などを乗せてはいないでしょうね。女？とんでもない。もし乗せていたら、その女を海に沈め、ネプチューンの生贄にしなければ、嵐は沈まらないかもしれない。もうトロイメライはおしまいだよ。帰ってください。うちの店は明治から続いた老舗なんだ。売るわけがないだろ。お宅のチェーン店になるなんて真っ平だよ。そして奴らは本当にやりやがった。なんとうちの店の真ん前にチェーン店を建てやがったんだ。しかもうちの得意料理のハンバーグで真っ向から挑戦してきた。太刀打ちするには資本力が違いすぎる。客はどんどん減り、売り上げはガタ落ち。あとはもう首でも吊るしかないんだよ。そうだ、陽ちゃん頼むよ。え？一度相手のハンバーグの味を見てくれ。でも頼む、陽ちゃんのその舌で感想を聞かせてくれ。お願いだよ。聞いたか、自慢の花も台無しだな。ね、たかが子供。この子を普通の子と思っちゃいけないよ。ダメだ、おしまいだ。三代続いたこの店もあと一週間の命か。俺にも挨拶させてくれ、キース。ミックコングだ、よろしくな。俺はおめえたちが大嫌いだぜ。なんとか言ったらどうだ。そうか、苦しくてそれどころじゃねえかい。何言ってやがる。てめえの手を一生使えなくしてやるぜ。日本にはお灸ってのがあるんだってな。もっとすげえ根性見せてもらおうじゃねえか。どうやら知らねえらしいな。スーパーポリアガタは格闘技プロフェッショナルの養成機関でもあるのよ。俺たちは全員オリンピック候補だ。お前たちとは出来が違う。考え直すなら今のうちだぜ。俺は全米学生ヘビー級のチャンプだ。おめえも生きて俺の姿をオリンピックで見てえだろ。重心を足のかかとに集中し、パンチを上体だけで前後左右にかわす。これがウィービング、守りの基本だよ。そしてジャブ、細かいパンチを繰り出し、牽制しながら相手のガードを甘くする。仕上げは右のリードパンチ。うりゃさすがに神風の国だぜ。それが大和魂ってやつか。まったく時代錯誤の精神主義もいいとこだぜ。おい、くそ、どいつもこいつもぶっ殺してやる。ダメか、ボーナスボーナス。くそ、ごっちゃんです。追われてる、いい逃げ場所ない。
トドじゃねえす、大海部屋のドードです。ああ、僕野球はもともと大好き。でもこんなに大きな体なので相撲に入りました。愚かなる勇者ラムネスにダサいだよ。我が輩は破壊四天王の人にシャーベッタだ。我が輩は諸君らに決闘を申し入れる。諸君らが欲している石板はここにある。もしこれを手にしたいのであれば本日正午マメマメワールドの OK ドームに来られたし、そこを決戦の場としてお互い正々堂々と戦おうではないか。諸君らの健闘を祈る。ついにラムネスたちと雌雄を決する時が来た。盟友トンデモンがやられた以上、たとえ差し違えてでも我が輩はラムネスどもを倒す。これが破壊四天王の意地であり使命でもある。聞け、我が魂の叫びを。我が輩の前に戦士なく、我が輩の後に戦士ない。なあシャーベット様、万歳。我らが英雄、万歳。やあやあ。天狗流獅子の一人朱雀もこれで最後だな。俺は黒夜叉百鬼衆鉄線鬼残牛戦。無駄だ、俺の手からは逃げられんぞ。朱雀、素直に龍万寺戦の鍵を渡して命乞いするか犬死にするか、二つに一つ。ブー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 。ブー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 。やったよ。さようなら。よし、早いとこずらかるんだ。ヨーロッパ目指してゴー。ほーら見てみ、ハッタン。なんたって発明のパテント料ガッポガッポだからな。キレッ、バカ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 。ニャハハハハハ。やっぱりミルクが一番だな。これで24時間どころか100時間でも戦えるぜ。ニャハハハ。カモがネギショって、あ、じゃなくてマシーンがガキショってやってきたぜ。どれ、身ぐるみ履いてやるか。なっはっは。俺様は聖海山の入り口付近を縄張りにする空の海賊バイキングの通売王様だ。にゃっはっは。俺様はそんな小さなことにはこだわらねえんだ。にゃっはっは。どこで。もう船の下だよ。逃がしけ。燃えてる燃えてる。お前だ。うまそううまそう。小僧だと思って甘く見ていたらんちゃーちゃー。これはどうだい。それおかしなガキだ。ちょっとひねってやる。えやバカめ、どしこい。ちょんまげは俺の命なの。こんな話が残っておる。むかしむかし、うさぎとカメが競争しようってな。このカメさんのことじゃないけどの。足の速いうさぎは油断しようっての。やりやり、また始まったま。途中で休みよったが。
おじいさん、ちょっと起きてくださいよ。あら、寝てた。いびき、歯ぎしりは、いや、すまんの。亀は、ソースを守る。ソース、ソース、ソース。なんちゃっての。なはははは。大将よ、恩賞はたっぷり出るんだろうな。なんだと？貴様、手柄も立てないうちに恩賞をせびるのか？休息なしの単独行動なんだから特別手当ぐらいは。加工順様の部下天意、どの兵隊もバテ気味なんだからゆっくり進んでもらいたいもんだな。東卓軍だって夜は野営してるさ。大将だって走りっぱなしで疲れてるんじゃないのかい。仕方ないな。ま、夜道はゆっくり行くんだな。よかった、生きていてよかった。我らが500機ばかり敵陣を突破し、大将を探し回っておりました。東卓軍追撃の大事を控え、大将には苛立ちが見えました。こうに焦り、深追いしては危険と思い、我が党を怒らせ進軍を遅らせました。差し出がましい口を聞き、お許しください。天津国で再びつなぎ合わされることを信じ、心安らかに別れを告げることを得させてください。またこの時に悲しみの情、いよいよ深い人々を顧み、神よりの慰めを豊かに与え、これから行われるすべてのことを滞りなく終えることを得させてください。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。ナイス。やあ、あれ、黒縁元気ない？寒いのか？俺、チンチラペルシャだから毛ふかふか、寒くない。にひ、俺は幸せ。ツリーは小さいけど、弥生ちゃんと二人きりのクリスマス。毎年二人でキャンドル灯して、お刺身やケーキ食べるの。俺、帰る。金なんかいらないそうやかた。わしは相撲が好きっす。相撲を心から愛してるっす。だからこそ我慢に我慢を重ねてきたっす。そういう相撲を安っぽい見せ物に落とした針馬だ。あいつだけは絶対に許せねえっす。うりゃっす。 Go to hell。私がこの謎の卵の謎を謎でなくして、謎の卵が謎でなくなってただの卵にしてしまったら、うわ、それこそ、それこそ謎の卵の謎を解いた。そうか、これで私も栄光の動物戻しに博士だ。我が大学の友エディ君よ、私はいつも君を追いかけていた。君を追いかけようと必死だった。だが私は君に追いつくことなどできず、君を妬み嫉妬を抱き続けてきた。でもそれは今日で終わりだ。明日からは私が君を追い越し、君が私を妬むようになるだろう。さようなら、昨日までの私、こんにちは、明日からの私。そうなんだ、急で悪いんだけど。頼んだよ、期待してるからね。社長、やっとビッグチャンスが来ましたね。ああ、絶対に成功してみせるぞ。ひじりゆか、渋沢映画で華麗なるデビュー。みんな集まってーら。では今から余が世界一の剣でこのカステーラを切ってーら。さあ、世界一の味、このカステーラを食べてみてーら。本当にカステラ一番、そしてこの剣も世界で一番。カステラが食べたくば、いつでも世の名を呼べ。世の名はカステラ男爵。よー、その通りよね。だったら今から押しかけてやっつけちまってらどうだい。世界が終わる今、現れるラララララ、アナスタシア、希望の都。インチキクセ。はい、終わり。お金。え、俺
これ？お客さん、ありがたい歌と演奏の聞き台ですよ。お金、お金、お金。チンコじゃなくてゴチンコだって言ってんだろが。まったくどいつもこいつも。ん？お前は。どうだ、ゴチンコ流拳法。おもろうてやがてダメージ。音を傷つけるもんは俺が許さん。三日土、今何か吠える声が聞こえた。何か巨大なものの声だ。音はどうした？音はどうしたかと聞いている三日土。訳ありってか？まったく、図体の割にはケツの青いやつだよな。尻尾切り離して痛くも痒くもないってか？まったく。ようこそ我が国へ。歓迎の踊りはどうだったかな？そうじゃろそうじゃろ。ま、あんたらが何をしに来たかは大体わかる。よし、その前に感謝の踊りと行こうじゃないか。はあ、さあ、ボンナ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 。さあ、あなたたちもご一緒に。さあ、ボンナ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 。そんなに我々のことを嫌わないでくださいよ。誰だお前は。ゾッチ様の命を受けてやってまいりました、アシュラのハンと言います。以後お見知りおき。そんなこと言わずに、今日はチャンピオンにいい話を持ってきたんです。どうでしょう、来週の試合負けてもらえないでしょうか。それだけでチャンピオンの懐に10億という大金が転がり込むことに。ん、ああ、これは忍びの身への変装でな。なんというか、わしはこう見えてもその平和主義者なものでな。にへへへへへ。よいか、正義をなす道は辛く厳しい。しかし一度心に決めた以上、必ずや真の正義の力を得るのだ。神にあだなすクラチナやからよ、覚悟するがええ。貴様だな、一連の事件の首謀者は法の名のもと裁きを受けるのだ。なるほど、それじゃ遠慮なくやるぞ。いいか、ここが満潮に通り、俺たちの縄張りだ。スパッチャカミーノ。思い出すよ、お前がこの家に来た時のことを。あの時に比べてお前は強くなった。ロミオ、俺は煙突掃除を長いことやってるが、お前みたいに無鉄砲の相棒にはもう二度と会えないだろうよ。へえ、空ってやつはこんなに綺麗だったのか。今日は仕事になりゃしね、一杯やりに行くとするか。いやあ、先生探しました、先生のお宅。リサシーゲルの最後の作品を先生がお持ちになってると聞きまして、もうそれは大変な思いで探しましたのですよ。はい。おいラック、ボスから今度の仕事の指令が届いたぜ。明日の昼、イースト島に向かう郵便船ハドソン号を襲う。ジョード様の計画だ、間違いねえだろ。やめろラック、人が来る。今は大事な仕事の前だ、面倒なことになるとことだ、やめとけ。ほら、ミルクとバターの代金だ。ああ、目牛が一頭いればどんなに貧しくとも生きていけるもんだ。おーそれみーやー、優勝したらもらえるってわけだ。